どうも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとうね。私、映画紹介人ジャガモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を好き勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。連日モンパニー映画のことばっかりやらせていただいて、そうですおりますので、今も絶賛期間中ですけども、はい、はい、あんこさんです。はい、あ、こう、お前調子狂うだろう。今回も架空のモンパニー映画制作計画ということで、この企画はですね、日本のモンスターパニック映画がないんじゃないか、少ないんじゃないかっていうことで、じゃあ俺らで作ろうよということで、架空じゃなくなりまして、白石浩二監督をお迎えして、今絶賛制作中の、映画、はい、もうあれですよ、トークトゥーミーに続けとばかりに、まさかのなんか YouTuber が映画を撮るみたいな、来ましたね。 A24 さんお待ちしてまーす。ちょっと待って、 A24 さん20分の映画買い付けてくれるかな。A24 って呼んで、あのドラマの方行っちゃった。俺もちょっと甘神だったし。やっぱダメだね、ブラムハウス派ってことがバレちゃう、ね、バレちゃう。どっちも好きです。どっちも好き、よろしくお願いします。今回は僕その本当にね、やるってなって、2024年になってから、ほら、いろいろ本当にやるって動き出してるじゃないですか。で、ちょっとその、ディグローと。おー、はいはい。日本のモンパに映画はないにしても、やっぱ小説とか。あー、なるほど。漫画とかね。関連作品。そうそう、あるってことで、ちょっと本を最近読んでるんですよ。読んでましたよね。はい。なので、ちょっとそれの、まあ、おすすめ動画というか、感想。おー、はい。喋る。なるほど。本のね。はい。おお、これは珍しい。聞いてて。一応僕あの本読むの苦手なんで。ああ、そうかそうかそうか。耐えれるから大丈夫かな。はい、その喋りは大丈夫。なので興味ある方は読んでもらいたいし、はい、あのめちゃくちゃね、勉強になったというか、おお、あの良かった読んで、あって思ってて、それはいいです、ね。今後もあのみんなからお勧めしてもらったものを読んでおこうと思ってんだけど、取り急ぎ4冊をいい、ね、はい、ちょっと お伝えできればなと思ってます。この増田俊成さんっていう、うん、あのキングレコードの山口さんが、はい、あのゲストを招きした時に、うん、おすすめしてくれてた、はい、これ過去動画もありますよね、はい、うん、なので見てもらえたらなと思うんですけど、うん、まあ、僕が読んだ順でいきましょうか。あ、いい ね。なんで猿と人間から読んだんですよ。それこそ山口さんが言ったね。そうそうそう、うん、これ怖くていいんですよみたいな話になってたんですけど、これは、うん、限界集落がテーマになってて、言ってましたね。もうその村集落に、一人のおばあさんしか住んでませんみたいな、うん。もう限界すぎるだろっていう。そう。で、そこにとある親子、はい、お父さん、父と子、うんうん。で、ちょっとこの子供も、高校生ぐらいだったかな。しかも、親が離婚してて、うん、お母さんの方に育てられてんだけど、うん、お父さんと今回は行きましたみたいな。なるほど。で、親子を水入らずの、時を過ごそうっつってキャンプしてると、猿に襲われちゃう。最悪です。話なんだけど、はい、やっぱこれで怖いのは、やっぱあの、大人数なんですよ、猿が。恐ろしいんだけど、うん、リンチなのよ、もう。あー、猿がゆえに。そう。もう人間じゃん、ほぼ。いや、わかりますよ。だから、普通に、何バク痛いじゃなくて、もう、知能もちゃんとある、はいはいはい、学習能力もあるから、うん、集団で、もう、とある人たちを、ボコボコにするっていう。なるほどね。で、しかも、それの描、やっぱね、本読んでと思うのは、描写がえげつないんですよ、結構全部。わ、詳細に書かれてんのかな？そう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 。だから映像化しちゃうと、これ、ちょっときつすぎるだろ、みたいな。ちょっと R18 も超えちゃうぐらいの。そう。だから、とある人が、100匹ぐらいの猿にリンチされるんだけど、朝起きても怖くて、もう、全然、でもずっとこう、キャーとか言ってると、猿が。で、朝起きて見に行ったら、もうなんか、指しか落ちてない。うわ、もう相当なあれじゃん、群れじゃん。そうぐらいの、ぐらいの感じの、グロテスクな描写が、やっぱ印象的で、で、ただ、その、怖さもあるし、あと限界集落っていう社会性みたいなものも、絡められてんだけど、その、ちょっとそれで、これを読んでて思ったのは、その、主人公がね、男の子が最後、まあ、ほぼ一人というか、まあ何人かと協力するんだけど、戦っていく話になるんだけど、その、主人公の成長譚みたいなのが、やっぱこう、なんていうのかな、主軸になってるんですよ。あ、それがあるんだね。そう。だから、読み物として読んだ時に、その、猿との対決っていうよりは、主人公の少年がどう成長していくかってところが、やっぱちょっと心に残っちゃう。なるほど。
っていうか、うんうん、でしかも結構急に成長端になってくのよ。ああ、最初そう思ってなかったけど、ね、そうそう。だからちょっとそこが僕は消化不良のところはあったの、読んでて。ああ、なるほどね。でやっぱりそのこうなんていうのかな、こう例えば暗闇に歩いてたら猿が向こうから見てて、うわ怖っ、じっとしててこっちで目が合ってて、うん、とかって描写怖くなってくるし、うん、リンチも怖いんだけど、うん、ボス戦みたいになってくると、うん、結構こうなんていうかな、クライマックスだから盛り上がるじゃん。まあまあね。だからその猿がどうしたかってことをがひたすら書かれてくるんだけど、そうすると実はあんまり怖くなくなってくっていうのが、はいはい、ちょっと若干弱点というか。なるほどね。ちょっとアクション映画っぽくなってんのかな。そうそうそう、ラスボスに向けてみたいな。そうだから漫画とか映像化したら逆に見やすいのかもしれないんだけど、はい、本で読むとなんか難しいなそこがとは思ったし、だからずっと言ってるそのモンスターを通じてこうね、主人公の成長を描きたいっていう部分もちょっとそこがあって、はい、主人公の成長のための猿にしちゃうと、ちょっとなーとは思っちゃった。でも十分全然あの面白くし、読みやすい、あの短いんで、はい。いやでもちょっと見たいですね、これ。はい、読みたいか。おすすめ。この、また増田さんのこの猿と人間の前、はい、うん、シャトゥーンヒグマの森。わあ、これもまた面白そうな。熊です。はい。で、シャトゥーンっていうのも意味があるんですけど、はい、これ一応、この猿と人間の前に書かれてて、うんうん、なんか一応結構そのな、ショーというか、おお、はい、うん。確かにと思って、猿と人間よりも、シャトゥーンの方が、はい、あの、話のスピードが速くて、おお、はい、もう、ドア玉から、もう車でわーって走ってたら目の前になんかあって、急ブレーキでこうカーブしたら、あの車が横転しちゃって、おい、でなんだろうと思ったら人の足が落ちてた。え、怖っ。人だって思ったら死体だったで、クマだみたいな。早いのよ。ああ早い。猿と人間はやっぱり地味なんですよね。ちょっとこうスロースターターなんだけど、シャトゥーンはもうドア玉から凄まじいスピードであの動き出すっていう話、はいはいはい、でしかもこれはその熊の怖いっていう、熊怖いなっていう話もありつつも、ちゃんとその人間模様の中にミステリー要素があって、おろろ、実はこういう話だったんだみたいなのが、結構驚きというか、はい、あ、そういうことだったんだみたいな仕掛けがちょっと実はあるタイプ。全く想像つかないですけどね、こっからだと。で、しかもそれが熊の習性と、うまく絡んでるミステリーだったりするのよ。あら、そう。だから皮肉が効いてるし、ああ、なるほどねってなるような、ちょっとジャンルがシフトしてくタイプで、はいはい、銀子っていうクマが、モンスターになるんだけど、うん、そもそもこの銀子っていうのはこの小説の中で登場するその動物研究員たちが、はいはい、怪我してた子グマを拾って育てて野に放つってたのよ昔。はいはいはい。その放ったクマが凶暴化しちゃうっていう、あら、話に。それか。だから名前がついてんのか。銀子っていう。そう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 。はいはい、なるほどなるほど。で、なんか、その、なぜ熊が、人を襲うようになってしまったのかみたいなロジックなところも、ちゃんとこう、描かれてて、はいはい、要は熊だけの問題じゃなくて自然の問題というか、はいはい、そういうこんな環境破壊とか、はい、そういう部分が、まあ、猿と人間よりもちょっと説得力がある。おー、なるほどなるほど。し、まあ、そりゃ熊だろうしなーっていうような。その意味合いもかかってくる。そう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 。っていうやつです。で、シャトゥーンっていうのは、なんかね、冬眠するじゃん、クマ。うん、冬眠するんだけど、冬眠し損ねちゃったクマの話なんだって。それ、実際、そういうクマいるんだって。で、ゴールデンカムイもそうなんだよ。ああ、そうなの。ゴールデンカムイ、僕映画しか見てないですけど、はい、ゴールデンカムイもそういう、冬眠できなかったクマ、はい、だ穴がない、巣がないクマが、襲ったりとか、あ、なるほど、うん、するんだけど、うん、だから面白くて、アイヌの、あのゴールデンカムイもアイヌの話するじゃん、はいはい、そのニュアンスがちょっと入ってきてたりと か、うん、だから聞いてる感じだとちゃんとリサーチした上で作ってそうだね。あ、そうそうそう、ね、だから猿と人間もそうなんだけど、割とその動物の生態みたいなものをしっかりこう、はいはいはい、調べて、うん、描いて、あのちゃんと、うん、リサーチがちゃんとされてる感じはあります。でもクマじゃん、クマで、やっぱりなんかね、後半やっぱ同じくね、クライマックス、うん、猿と人間と同じく、はい、なってくんだけど、やっぱね、怖さがなくなってくんですよ、どんどん。あららら。どうしても。おう、なんかね、もふもふしてるなーって思う。え、なに、プーさん出てくる。え、最後プーさん、俺らの中での脳内ではクマじゃん、ちゃんと、もちろんね。もうあの野生の、うわーって。そう。でもさ、もふもふしてるなーって思っちゃうの、見てると。めちゃめちゃ気になるわ。なんかどうしても。で、なんかやっぱり、
文章の構成的にも分かりやすいんだけれども、クマが右側に回ったと思ったら、今度は後ろから別の手が出てきて、で、人間が左側に行ったら、クマが今度はこっちに行って、みたいな、そういうこう、状況説明っぽい感じの、はいはいはい、あの、描写になっていくのが、若干人を選ぶなって。なるほどね。だから、増田さんって方、多分すごく、あの、そういうこう、リサーチもすごいし、はい、あの、バックボーンというか、背景を描くんだけども、し、読みやすいんだけど、その、どうしても、なんていうのかな、説明っぽくなってくるところが、ちょっとあるから、でも、あの、読みやすさは抜群なんで、この2冊は。おー、増田さんのはね、興味ある方は読んでいただければと思います。で、この後の2冊。はい。この2冊は、爆裂に面白かったです。あら、もう、トップ。ドハマりしたよ。僕のベスト級。どっちが1位かって聞かれたら難しいぐらい。もうそれぐらい接戦の。の2冊です、これは。去年の M1 よ。いや、そう、マジでそう、マジでそう。楽園の真下、熊嵐。楽園の真下、熊嵐。最後は何回だよってなってて、まだ、その、決めれてない、ね。松本さんのとこまで行けてないぐらいの感じです。で、先に熊嵐からすると、はい、本当にあった熊の、三元別事件みたいなのがあるんですよ。で、これは、あれです。リメインズ。はいはい。またぎの映画。ああ、はいはいはい。あれの、あれが、また、あの、リメインズが元ネタにした事件があって、その事件の小説。ああ、そうなのになってます。吉村明さん。はい。これ、相当前の作品ですか？はい。この本自体は結構前。そうだよね。です。昭和57年かな。わあ、すごい。最初はね。はいはい。これがね、めちゃくちゃ面白くて。何が面白いかというと、はい、やっぱりね、ちょっとまあ、現代小説じゃないじゃん。昭和50何年だ。まあ、だいぶ前ですからね。やっぱね、その、映画もそうなんですけど、説明っぽさが全然ないのよ。ああ、さっきとは真逆の。違くて、そう。で、セリフに、やっぱね、今の小説ってセリフで結構説明してくれるんですけど、はいはい、これは、とがきって言っていいのかな、文章で結構、描写をこう、描写してくれてるんですね。はいはい、それが、やっぱね、その、言葉選びが文学として上手すぎて、はい、読んでて、おー、怖えーとか、面白えーって思えるような、もう本を読む醍醐味ってこれだなーって思わされる、素晴らしくて、あの話としてはもうシンプルで同じく雪山で、はいはい、ある集落が襲われちゃってっていう話で、で、描写も結構えぐくて、はい、リメインズもそうなんだけど、うん、女性ばっかり狙うんですよ、クマが。わー、またね。女性の肉を覚えちゃって。はいはいで、その妊婦の人を襲って子供を腹からかき出して食ってるみたいな、うん、とか、骨とか肉をさ、あの砕いてる音がずっと外で聞こえてるとか、あー、なるほど。そういう描写がまずめちゃくちゃ怖いし、はいはい、でかといってこれ事実が元になってるから、はい、さっきの 2冊とは違って無理に盛り上げようとしない終わり方なんですね。そっか、リアルだから。一番熱いのが、その集落が襲われるじゃん。うん、で、どうにかしようって言って、はい、ピストルを持ってる漁師が撃てる人たち3人ぐらいで、はい、じゃあこのクマを殺しに行こうって言って、うん、行くんだけど、まともに撃っても殺せないわけ。おー、当たんないわーとか言って。で、そこでこう、よくある人間の弱さ。はいはい、で、みんな、しかもその猟銃に頼って、越に入ってる男たちみたいな。なるほど。俺たちには銃があっからよ、みたいなことを言う、はいはいはい、っていう感じなのに、いざクマが来ると、やられちゃう。みたいな。はいはい、で、これはもう警察を呼ばなきゃいけないってなって、警察が来るのよ。はいはい、しかもそれはもう100人単位ぐらいで、はいはい、もうちゃんとした指揮が取れる人たちが来るんだけど、はいはい、クマに対しては素人だと。はいはい。だから、どうにもこうにも、クマを退治できないみたいなことになるわけ。あ、めちゃくちゃ面白いよ。面白いじゃん。無理じゃんってなるんだけど、銀次郎っていうやつが出てくるんですよ。名前もいいな。で、こいつは何かっていうと、機関兵で、戦争時代の機関兵で、はいはいはい、で、奥さんに捨てられてみたいな、いろんなバックボーンがあるんだけど、主乱なのね。主乱でどうしようもない男なのよ、はいはい。で、村人たちからみんなに嫌われて、追い出されちゃったのが銀次郎なの。別の集落で暮らしてる。で、その銀次郎だったら、は、熊を、殺すスペシャリストだと。はい、熊の毛皮とかで生きてたりするから、銀次郎を呼んだ方がいいんじゃないか、みたいな。
でもみんな、いや、あいつはやばいと。あいつが来たら金とかお酒とかとんでもないことになって、しかもあいつは今、主乱だから、今の銀次郎呼んでも、熊野のことなんか殺せないんじゃないか、みたいな。ダメだよ、ことを言うんだけど、村長は、いや、これはもう警察だって情けない。警察たちがね、小屋の中にいて、熊が来てないのに熊が来たって勘違いする奴が出てきて、パニックになっちゃって、誰が死んじゃったりするわけ。あー、なるほど。情けない姿も、区長かな、区長って呼ばれ方したけど、区長は気づいて、いや、銀次郎だって言って、呼ばせに行くのよ。呼んでこいって。でもその間に警察たちとか慌てふためいてごっちゃごちゃになって、はい、あで、銀次郎も来ないし、これは無理なんじゃないかってピンチの時に銀次郎が来るわけ。はい、銀次郎は、熊を やる時は、酒を飲まないの、全然。ああ、なるほどね。しっかりしてるの。はいはい、だから、全然頼れる男として銀次郎は登場して、もう風上がどうのこうのとか、この足跡がどうのこうのとか、スペシャリストなわけですよ、熊を、はい。で、もちろん銀次郎は最後熊を倒すんだけど、はいはい、その後にちゃんと銀次郎の、という人物の、まあ、展開というか、なるほど。ちょっと切なくなるような、話が、ちょっとエピローグ的にこう描かれてて、はい、すごくいい。超いい。今聞いてるだけでもう満点です。いや、いいよね。使い方がいいね。そう。まず、銀次郎。そう、銀次郎が。いいなぁ。だからちょっとこう、七人の侍っぽさもあるし、七人の侍の菊池を、三船敏郎みたいな。そうだね。俺もそれちょっとそれイメージしてる。そう。だから映画がするなら三船敏郎だろうな。みたいな。ちょっと、まあ、お亡くなりにはなってるんですけどね。なんかね、ドラマ化してて。あ、え、そうそう、でも映像はもちろん見れなかったんですけど。あ、だいぶ前に。そう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 。三国連太郎さんとかが出てるらしくて。まあ、絶対銀次郎じゃん。そうな気はして、僕もちゃんと調べてないんだけど、これは、良かった。だから、まさにそういうことが言いたいっていうか、その、モンスターを通じて、はいはい、人物を描いてるのよ。そうだね。しかもちゃんとなんかモンスターも、の部分も楽しめる。楽しめるし、その人間描、もちろん増田さんのも人間描写はあるんだけど、はいはい、なんだろうね、なんかやっぱ違うのよね。リサーチもすごいし、時代背景もすごいし、これは良かったっすね。いや、いいね。その、警察100人来ても俺のテリトリーだみたいな、ね。そう。人数じゃダメだっていうのとかはね、やっぱかっこよかったし。で、銀次郎あるでしょ、そこに。そう。最高やん。良かったね。最高やん。これは傑作でした。はい。これはいいですね。それに並ぶ。これに並べるか？並ぶやつ。楽園の真下というですね、はい、小説です。はい。これは、荻原博史さんという方が書いてて、はいはい。これは僕らのお客さん、鹿児島くん。ああ、はい。僕らでおなじみのお客さん。はい、ファンの方。鹿児島くんが僕のタンプレにくれたんですよ。おお、はいはい。で、500ページあるのね。あ、結構ボリューミー。で、今読んだ中で多分結構長い方で、うん、なんでこんなあんのって思ったの、最初。ちょっと、赤裸々すぎます。長っと思って。はいはい。で、一応帯に、巨大カマキリ来襲って。いや、俺もこれ気になってて。カマキリが、でっかいカマキリが襲ってくる話で、500ページいくかなって、正直思って。はいはいはい。で、これ最近、2年ぐらい前に書かれた小説なのね。最近の、ね。最近。めちゃくちゃ面白くて。そうやろ。これがね、素晴らしかったんですよ。まあ、ちょっと、新品すぎるから、カマキリっていう題材。ちょっとバカにしちゃうじゃん。だって、俺カマキリと戦ったことあるやつ、うん、バキしか見たことないから。それ超えれるかな？バキそうだね。でね、どういう話かというと、はい、指定島っていう、はい、まあ、架空の島なんだろう、多分。はいはい、で、おそらく、俺らで言うと、ドクターコトー先生のあの島みたいなイメージしてもらえれば。はいはいはい。ちょっと自然豊かな。自然豊か。孤島。孤島のね。で、別に娯楽施設があるわけじゃないし、みたいなぐらいの規模だと思う。なるほど、なるほど。で、そこに、ある主人公が、はい、フリーライターで、はい、びっくり動物大図鑑みたいな仕事を依頼されてる人なのよ。めちゃくちゃポップやね。そう。そしたらある日ニュースを見てたら、指定島で15センチを超える カマキリを見つけました、みたいな。まあ、ちょい大きめぐらい。そう。で、リポーターが、あ、大きいです。すごい、これ、うん、こんな大きいカマキリ見たことないですね、みたいなテレビを見てて、で、雇い主から電話来て、こう見た指定島のニュースみたいな、うん。ちょっと取材行ってきてよ。なるほど。って言われて、うん、じゃあ現地行きます、みたいな。で、お金、その旅費とか出ないよ、みたいになるんだけど、いや、僕自分で、みたいな。暑いの？急に。で、なんでだろうって思うじゃん。で、どうやらこの主人公の奥さんが、投身自殺をされてしまっていると、かつて。
でなぜ人は自殺をするのかっていうことをこの主人公はずっとライフワークとして考え続けてた。うん、なるほど。でこのしてじまっていうワードが出てきた時にその主人公がピンときたのは、うん、カマキリとは別で最近してじまが自殺の名所になってると。なるほど。湖に人が落ちて死んでくっていうことをもともと知ってて、もともとしてじまに行ってみたかったプラスカマキリっていう仕事の大義名もあるので行きますって言って、そのしてじまに主人公が出かけるっていう。なるほどね。でそこの野生系動物研究所みたいな人の専門家の人と一緒に大きなカマキリを捕獲しに行こうみたいな感じで始まっていくんだけど、実はそのしてじまで起きている数々の自殺っていう事件と巨大なカマキリが現れたっていうこの二つの事件が関連してるんですよ。まさかの嘘だろ嘘だろ。で俺はね、カマキリのとある情報を俺昔たまたま聞いたことがあってて、あ、これ実際リアル、実際に本当にカマキリのこういう実はこういうことがあるんだよっていうのは実は俺知ってたから、はいはい、なんとなく感づいてはいたのよ。あ、そこの2つが関連することは読んでて、あ、こういうことだろうなって思ったから、まあ分かってるっちゃ分かってたんだけど、はいはいはい、ただなんでそのこういうその2つのね、ありえない事件がつながるのかとかっていうことの説得力が凄まじいんですよ。あ、そうなんだ。かつね、本当に怖い。この4本冊読んだ中で一番怖って思ったのがこれで。そうなん？やっぱり人が自殺していくっていうのもそうなんだけど、まあまあ怖いけど、ね、その原因のやつも怖いし、カマキリも怖いし、うん、でこの怖さは何かなって思うと、うん、リドリー・スコットのエイリアンにちょっと近いのよ。あー、 なんとなく。あと、なるほどね、プロメテウスとか、はい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 、ちょっとこれ言うと感づいちゃう方多いかもしれないけど、その生理的に無理みたいな感じの描写が、うわ、なるほど、自殺周りのところは本当に多くて、でかつカマキリもそのまあまあカマキリね、苦手な方もいると思う。俺もめっちゃ嫌いだもん。クマとかサルとか動物よりもでかい昆虫ってやっぱ怖いじゃん。そう、わかる。でそのしかもカマキリってもちろん首が動くしカマもあるしみたいな、その肉体としてのポテンシャルがすごい高くて。そうだよ、ね、だってバキが戦うぐらいですから。はいはいはい、はい、あれもあれだよね、だから生物としてなんだろう、ひとくくりしたらカマキリがめちゃめちゃ強い。強い。で自分の体より大きなもう蛇とかを捕獲したりするんだって。そう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 、カマキリってそういう特性もうまく利用してる本になってて、すごくね怖いのよカマキリ描写が。なんかさ、うん、最初パッて聞いた時さ、巨大カマキリだからやっぱ B 級映画っぽい。そうでしょ、感じはするけど、うん、聞いてったら、あ、ちゃんとしてるかも。ハード SF なのよ。なるほど。だどっちかっていうと平成ガメラっぽいっていうか。ああ、なるほど、なるほど、ね。そういうアプローチに近い。本当に大きなカマキリに襲われるっていう題材が、じゃああったとしたら、うん、じゃあそれはどうやったら起こりうるのかってことを本当に真剣に考えられてて、練られてて、すごい緻密に書かれてるから。しかも、クライマックスは、正直そのさっきの似たようなシャトゥーンとか、カルト人間に近いんだけど、うん、そのシチュエーションも襲われ方も怖いんだよね、ちゃんと、はいはいはい、だからそれはカマキリだからっていうのもあるし、まあまあまあ、やっぱ最終的には2メーターぐらいの カマキリなのよ。でかすぎるやろ。で潜んでんのずっと。怖っ。だからこう天井にいたとか。ああ、なるほどね。でカマでこう首チョンパーとか、スパーンって、その捕食の描写も怖いし。なるほどなるほど。で何よりこれはこの白鳥ラストの10ページぐらいの終わり方がこうなのかな、ああなのかな、こうだろうな、どうせとか思いながら読んでんだけど、どっちにもつかない着地してて、ちょうどいいとこに、これは映画じゃこういう結末はできないだろうなってもう思うような終わり方なのよ。めっちゃ気になる。これもね、やっぱ本ならではなんだなっていう。最後バキが出た一部とかあるそんなわけあるか。バキユニバースじゃないんだ。あ、違うんだ。だからこれはちょっと参考になるなってすごく変だし、これはじゃあ例えば今モンパニ計画が進んでるじゃん、うん、ちょっとこれに近いのをトレースできそうみたいな。これちょっとそれまんまは難しいんだけど、でも考え方マインド、だからこれはだから
今モンスター一体で考えてるけど、うん、あのラドンのさ、はい、大怪空の大怪獣ラドンもさ、うん、ラドンが食うさ、うん、虫が出てくるじゃん、はい、出てきます。あれが怖いじゃん、人間の家に入ってきた、うん、そうそう、うわ何あれみたいな、そう、そういう感じ。なるほど。それはやっぱ一個手だなっていう。ああ。二つで行くみたいなのは構成としてすごくいいな。うまいね。そう。それはやっぱこういう俺らが今やってるものにもトレースできそうだし、うん、人間がこう洗脳されちゃうみたいなことに関してはちょっと J ホラーじゃん。そうだね。うん。それは気候をこうかなんか、ね、そうなってるみたいな。不気味じゃん。でしかも自殺っていうね、また意味合いというか。まんまはちょっとねできないけど、そういう考え方はあるなという。めっちゃ面白いよ。めちゃくちゃ面白い、これは。これ、ネットフリックスさん、これ映画化したからいいですよ。これ。そうだね。ドラマかなんか。ね、難しい。映像化した時に怖くなるかって考えると難しいんですよ。スワンもいりそうだし、お金もかかるだろうな。そう。だからね。確かにな。なんですけど、もう本としてはもう。いや、お見事だね。超面白かった。ありがとう、かこじまくん。ファンの方。はい。ありがとうございます。はい、これ非常にあの参考になるんで、もし、うん、ね、本好きだよって方はぜひ読んでいただけたらなと思います、はい、これいいんじゃないですかこの動画、うん、あのやっぱり、はい、どうしてもみんな漫画とかの方がモンパに親しみやすい人が多いと思うんですけど、はい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 、この小説って意外にまだ親しみ感じてる人少ないじゃないですか、ググられてないというかね、はい、しかも日本の現代の日本でのリアリティっていう意味では非常に参考になるんで、いや、小説こんなあったんだ、面白いやつ。そう。でもし脚本家としてね、コンペに参加される方とか、結構参考になるかもしれないんで。そう、このね、熊嵐か。にとってはページ数的にも。そう、読みやすいし。ちょっと読みやすそうなんで、ね。うん。増田さんのもパパッと読めちゃうと思います。はい。僕、はい、ちょっと一番興味あった、この、はい、楽園の真下は、ちょっと2年ぐらいかかるかもしれないです。分厚いんで。マジ？はい。これ個人で1日1ページぐらいの、1ページも読まないぐらいのペースだよ、そうなの。いや、全然かかっちゃうかな。マジか。毎日読まない時あるから、はい。何か読んでってください。はい。はい。ということで皆さんもおすすめのモンパニ小説があったら、ぜひコメント欄に書いていただけたらと思います。はい。引き続きまたちょっと何冊か読んだら、はい。はい、また動画にします。はい。はい。ぜひ、いっぱい教えて、いっぱい読ませてください。はい、読みまーす。ありがとうねー。